ご飯に合う煮込みハンバーグを作ります。ご飯に合うハンバーグを作ります。あ、今日は豚のひき肉しかないので豚のひき肉でやりますが、 500g です。肉はよく冷やしておきます。そしてここに炒めた玉ねぎ、埼玉に1個炒めたものを、冷やしておいたものを入れます。で、卵を1個入れます。で、はい、よく練りました。これ4等分します。ちょっと手に油を入れて、これに小麦粉をつけます。また大さじ2を溶かします。表面が大体焼けたら、ハンバーグを、で、ハンバーグを寄せて、で、余分な油を捨てます。で、ここにケチャップ1分の1カップ。あと、スープストック。ちょっとスープストックやればいいんだけど、スープストックはないので、今日はお湯を
1と2分の1入れます。これで中まで火通るまで煮ます。煮込みます。で本当は市販のケチャップだともっと色が濃くなります。でも私のは自家製のケチャップなので、こういう薄い色になります。このハンバーグはご飯に入れてみようと思います。